今日は福岡市東区カシーに来ています。どんなイチオシに出会えるんでしょうか。マチオシイチオシ調査タイム。カシーのおすすめスポットを探してるんですけど、突然本当にごめんなさい。カシーサンドの方だったら何の木っていうコーヒー屋さんがあって、うん、そこもこうデザートとかも美味しいし、うん、何の木っていうお店屋さんなるほどなるほど、ここがカシー参道ですね。緑も多くてお散歩コースにも良さそうですね。あれですね、コーヒー豆の何の木さん見つけましたよ。コーヒーの種類ずいぶんたくさんあるんですね。そうですね、約50種類ぐらいがこちらには並んでるんですけど、名前がね面白いんですよ。青春の思い出とか芝の女王、これいい名前ですね。黒の魅惑、親近感を覚える厳しい中にも優しさありみたいな感じのコーヒーですね。そうなんですよ、無駄に日に焼けてるわけじゃないんですよね。こちら先ほどおすすめのカシーサンド朝のコーヒーですね。いい香りですよ。柔らかな苦みがあって、ね、程よいですね。そしてこのスイーツも、こちらがですね、うちの従業員が作ったあの手作りのスイーツになってまして、こちらも手作り、はい、これどんなところを意識して作られたんですか。ブランデーにレーズンを漬け込んで、でそれをあの毎日毎日出してます。この香りがまたコーヒーにも合いそうです。カシーでイチオシのコーヒーとスイーツも見つけちゃいました。